です。まだ絶賛風邪です。こんばんは。さとみち、風呂敷ありがとう。お、明日公園行く？探すわ。声良くなってる？ま、こんばんは。もうすぐでいつ？もう今日早めに寝ようと思って。やっほー、こんばんは。来週なんばらどうだろう。なぜ？ゆなにある予定できてめっちゃ嬉しい。ありがとう。こんばんは。お、ゆなさんに会えます。嬉しい。明日会おうね。お、明日と明日と日曜日いっぱい来てくれるのね。ありがとう。こんばんは。この服セクシーすぎて困ってるの。今日初めて着てんけどめっちゃ開いてるね。あげてんねんけど。和歌山はよかった、美味しかったし。そう、リオナさんと会えたんです。めっちゃ可愛かった。もうの日万歳。こんばんは。ほっちゃんハートありがとう。活動かぶってないです。ゆな、あのめっちゃ遠くにいたんですけど、その日雨だったんですけど気づいて、ゆなが遠くからでも分かった。こんばんは。お、来月家族旅行で和歌山？タイムリーですね。こんばんは。
ミナナの声好き。ガラガラやねんけど今日。ガラガラ。リオナさん、ユナのこと知ってましたよ。知ってくれくださってました。誰とは言われなかったです。あ、日曜日あるかも。やっほー。キャリキャリポッポキムのハニハニな笑顔にときめきが。ピオラ、うまい？こんばんは。こんばんは。ピオラハウス、入ってよ。ピオラ屋にやったら。そう、風邪ひいてる、なんで知ってるの？こんばんは。あ、入会条件、なんか過去にさ、何回も言ったことある気するよ。こんばんは。でも今初めて見てくれてる人がいると思うので、一つ言うと、ユナのことが好きなことです。マイルちゃん、実際ありがとう。こんばんは。ゆうたくん、だるまさん、ありがとう。韓国アイドル、あー全然知らないんですけど、トワイスさんとかは好き。あのワンスさんとか言ったらもう本当にワンスさんに怒られるんですけど、普通にトワイスさんはのにわかファン、にわかファンっていうんかな、普通に可愛いな、好きぐらいのファンです。こんばんは。向こうの各会場さんは全然知らないですね。こんばんは。僕もピュアに入れるみたいな。入るのは簡単ですけど、抜けるのは大変なので覚悟しといてください。やっほー。海外の大学、そうなんだ。そうです。たくさんの手続き。こんばんは。
このさ、ずっとなんか最近前髪上げてるんですけど、公演の時大体下ろすのね、前髪。でもさ、公演絶対ね、上げれないのよ。おかしくなるから。え、思った、ナンバラの時の犬めっちゃ濃いのツインテール、言ったらも思ってたよ。これでさ、後ろくくってたらさ、なんかこれでさ、後ろくくりしたら、バリさ、お姉さんって感じしない？何がいい？明日の髪型。眉毛今日綺麗だよね。こんばんは。けどな、あの好きな女優とさんとかみんな前髪ないんですよ。可愛けもキレけも似合うかわやか、ほんとつえだって嬉しいな。ポニーテールがいいんですか？篠原涼子さん。あー、わかる。こんばんは。あっけ、女優さんならね、石原さとみさん好きなんですけど、石原さとみさんは前髪下ろしてるのも好きだな。ひなちゃん、ハートありがとうございます。三つ編みはね、明日しようと思ってたよ実は。こんばんは。明日ミッヒーの生誕祭から、ツインテールはまず削られてね。明日はちょっと安定の固定ヘアにしようかなと思ったり。こんばんは。気が合いますね。若にゃんくらい短くはしないです。もっちゃんぐらいかな、したとしても。今のよくもっちがするぐらいの。こんばんは。ここまでボブはしないかな。
ほら、女の子ロング派なんだけど。昨日からさ、腕立て伏せ頑張ってるのよ。だから腕がめっちゃ筋肉痛でね。みんなそんな言ってくれるのやっぱロングで。ぬくいさん、だかちゃん、ハートありがとうございます。かわいい、ありがとう。てたた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 こんばんは。お、明日公演嬉しい。ほっちゃん、ラブレターありがとうございます。こんばんは。ネイルのダイヤが消えました。ただのマグネットネイルになりました。次何色にしようかな。もうなんか一回ネイル終わろうかなって。まけ、夏はいっか。夏は冬ネイル一回終わろうかなって。なんかもうちょっと飽きたのよ。ちょっと飽きたの。こっち雨降ってた？マグネットネイルっていう。毎日配信してくれるから辛いことがあっても頑張れます。嬉しいな。インスタの和歌山のロケ食べてたのは、あれは梅たいしゃぶです。美味しかった。こんばんは。梅たいしゃぶ、梅たいしゃぶ、まこに水ずつずつありがとうございます。こんばんは。前髪上げもいいな。どうも。こんな感じ。ちょっと待ってね。皆さんの夢が見たいのですが、それはね、ユナーイを強くすることだよ。ユナも最近公園の夢しか見ないもん。ユナ公園でいつもな、
振りを覚えずに公園に出るっていう夢ばっか見んねん。で公園中焦るっていう夢ばっか見るの最近。昨日さ、うたた寝寝た時もさ、そんな夢見たしさ、今日来た時もそんな夢見て、なんかナンバラエティ公園に出たんですよな。でなぜか内曲も覚えてなくていいな。こんばんは。そう、悪夢ばっか見るのよ。マイルちゃん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。で起きてホッとしました。夢でよかったって。心の準備が整ってないとき、声優みんな心の準備整ってないみんな。いいっすよね、熟睡してないな。最近毎日さ、まマジでこれ悩みやねんけど、毎晩4時に起きんねん。漢方飲み始めてから、毎晩4時に1回起きて漢方飲みに行くっていう、なんかなんか大丈夫かなこれ。なんか午前4時絶対に午前4時に1回起きて歯磨きに行って漢方飲んでまた寝るってのがゆなのルーティン最近の。でまた7時に起きる。ゆなのルーチン。こんばんは。けどさ、ゆななんかちょっとあくびマシじゃない？最近ショールーム中。と思ってる。こんばんは。そっか、遅い時間にやっ、そっか、配信時間帯にやんのか。こんばんは。なるほどね、まだこんな時間やからか。やっぱしかもさ、この時間帯の方がさ、みんな来てくれる人も多いから好きやねんな、この時間の方が。こんばんは。だからできる限り、かなくん太陽ありがとうございます。いや、マジでずっとカラオケ行きたいねん。カラオケしたいし、この配信でも、この喉がさおかしくなってからずっとそれ思うね。やっぱ何か不自由になったら
したくなる病こんばんは。2時に目覚める？2時から目寝れないの？寝れないときはほんと片付けしたらさ眠たくなると思うよ。確かに確かにこの時間やったらスワンボードとか踊ってる。確かにそうやね。公演ある日は絶対ゆな年の2時とかやんか。だからあんまりさ普段と違いすぎてもさ公演中眠なるっていう最悪な事態になっちゃうやん。寝る時間早すぎてもな。おはやかわ。まあ公演中さすがに眠なるはないと思うけど、あのアドレナリンがすごいから。わかるわ。夜中に目覚めるとな、何かとぐっすり寝た。マジで一睡ませんかった日ってマジぐっすり寝すぎたってなるもんな。一番好きな髪型はな、でっこたちとかって4時くらいに起きてご飯食べて5時半ぐらいに移動。なんか朝ごはんにさ、朝ごはんにさ食べてから寝るのいっちゃん嫌いねんな。めっちゃさ起きた後さ体調悪ならへん。食べてすぐ寝たら夜ごはんもやな。夜ご飯食べた後すぐ寝るとか。昼ご飯の後のお昼寝タイムは最高やねんけど、朝とか夜とか胃がさ変な感じな。こんばんは。明日まで犬の治るといいけど。こんばんは。何もたれするような。こんばんは。一番好きなのはね、あのお休みの土曜日とかだったね。小学生の頃一番好きだったのは土曜日の朝が一番好きだった。学校なくてで朝の時間が好き。夜更かしね。こんばんは。いや多分今時の子には珍しいぐらいさ早寝する子だから、まあ、夜更かししやねんな。こんばんは。水曜日の朝が好き。なぜ？休みなの水曜日。
曜日の朝に仕事遅刻するってなって慌てて準備したら休みやったった後の気分が最高。最高。こんばんは。何火曜日の夜、水曜日の朝って、ユナに会える日の朝が一番幸せ。完璧パンプキン今月ディズニーだから絶対ユナとお揃いのカチューシャ買いたい。嬉しい。あれ可愛いからよろしく。ピンクの。こんばんは。ツイートが回ってきた。何？何のこと？SKE さん無知すぎるねん。こんばんは。なんで敵やねん味方やん。こんばんは。あ、グローリーデイズとかね。ゆっちゃさんも NNB と AKB48 さんしかあんま知らない。こんばんは。グローリーディーズは今のナンバラでやってる曲ですね。パジャマドライブ懐かしい。こんばんは。首が出ちゃった。たまたま。わあ、久々。最近どうなん？どうなん？あ、ハラルさん、いいね、ありがとうございます。どうなんて、どうなんて、どういうことですかコロくん、かわいい、ありがとうございます。でも絶好調ですかね。こんばんは。マクニー、かわいい、ありがとうございます。ハクチュウさん、こんばんは、ありがとうございます。
こんばんは。そう、絶好調。こんばんは。やい。バイバイ。バイニャラホイ。こんばんは。今日は今風です風っていうのはあるけど、もうユナは YouTube の編集ほとんど終わらせたので、今週の土曜日もあげれそうで絶好調ですね。ユナこんばん、こんばんは。そういえば、そういえばモバイルメールがなんかちょっと今日は早めに送ります、届かないみたいなので。今週の YouTube も楽しみにしてます、ありがとうございます。きなりいい子になってよかった。こんばんは。古い順並べて2個ぐらい見たけど、おすすめ動画あったら教えて。おすすめ動画ええー、けど、なんやろ、何系が好き、密着とかなんやろな。ベアタンさん、ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんはです。今何分やってる？ショールーム。マジで偶然ばったり会った、何年ぶりだろう、クラスカーのテープ、あー喉出ない。田中は元気か、どうでもいい話して、早く元気じゃないよ、今風邪です。もう今週はずっと元気じゃなくて、風邪をひいてて、なんか元気出なかった。女しかいないですよ。ファイトありがとうございます。
こんばんは元気出してって来てる。はい、今日ね、けど昼インド料理のナン行ったんです、実はけどさ、友達と喋るも喋れへんし、喉が痛くて。こんばんは。ハマってて草。みんな好きですよね、インド料理。こんばんは。豆とほうれん草のカレーが好きです。コアで草。マニアックじゃん。ゆなも、ゆなはチキンとほうれん草カレーが好きですよ。のど大臣ありがとうございます。綺麗で素敵な女性に成長します。本当ですか？こんばんは。いやー、マジでな、顔大人っぽくなった気する大人ゆなな。ゆな、中学生に見られることはあります。あると思います。仕事ありました。お疲れ様です。じゃあもう眠なのでふふ。いや、挨拶得意です挨拶は中学校の時からちゃんとしてて、よく褒められました。ひなたくん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。頭抱えないでください知らん。ほらほら、終わろうかな。体調明日までに頑張って直しますわ。明日は普通の声が出ますように。13、5、
13位ケンジ君、12位ゴーシさん、11位ピロピロスタンさん、10位リョーゴ45さん、9位ホーちゃん、8位ヒーターロ、7位タクヤ、6位シンくん、4位マイロちゃん、4位マコニ、3位サトミチ、2位原田くん、そして入り1位はコロくんでした。ありがとうございました。じゃあコロくんに萌えゼリフ3、2、1、トコトコトコ、コロくん大人のユナナも好きになってねありがとうございました。前髪上げただけで大人のユナナのとこ言っちゃって、ちょっとこんばんは。年齢って言うともう21歳なんですけど、またね、おやすみなさい。私のよし、今日もよし、ありがとう。また大好きです。ありがとう、バイバーイ。